こんにちは、スタイリストの山旬です。今回の動画ではお金をかけるべきアイテムはこの3つだけでいいというですねテーマでお話をしてみたいなというふうに思っています。まあ、ファッションアイテムには本当に様々なものがあるので、こういったものをですね、例えばセレクトショップなんかで買い揃えるとですね、いくら予算があっても足りないわけですね。例えばアウターだとかジャケットだとかニット、シャツ、T シャツ、ボトムス、そして靴、バッグ、ベルトとか様々なアイテムがあるわけですね。できればそういったものをですね、お金をかけながら丁寧に買い揃えていきたいものなんですが、やはりアイテム数が多いので予算的になかなか難しいという方も少なくないかなと思うんですね。ですので、そんな時にうまく活用したいのがユニクロだとか GU だとかグローバルワークだとか、こういった低価格帯のブランドなんですけども、ただですね、こういったものだけで全身をコーディネートしてしまうと、それはそれで素敵にできるんですけども、どこか深みだったり、重厚感だったり、あとは着ていて気持ちが上がるだとか、そういった部分がどうしても欠けてしまうことが少なくないんですね。ですので、僕の中ではミックスすることが大切だなということをすごく感じているんですね。例えば全体の服の7割から8割をユニクロだとか GU グローバルワークでまとめて、残りの2、3割をですね、セレクトショップのオリジナルを混ぜてあげるだとか、こういったバランスでかけるところにはかけて、抑えるところは抑える。こういったバランスでいろんな服を買い揃えていただくと、一番予算を抑えながらバランスを取れた着こなしが実現しやすいのかなというふうに思っています。そこで問題になるのは、どういったアイテムにはお金をかけるべきなのか。一方で、このあたりのアイテムはお金をかけなくてもいいのかというところ、このあたりをしっかりと理解しておくと、服選びは結構はかどりやすいかなと思いますので、今回の動画最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの表をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者的なアイテムの解説だとか、コーディネートの解説に関しては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしています。こちらでは週に3本から4本のペースで僕の本音をですね、どんどんお伝えしてますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでまず一つ目の、これはお金をかけた方がいいというアイテムなんですが、それはですね、僕が今着てるようなこういったセットアップですね。もうちょっと限定しますと、ネイビーのセットアップというのは、ここはですね、しっかりと投資をした方が僕はいいんじゃないのかなと思っているアイテムなんですね。というのも、セットアップというのは結構様々な機会に使えるんですね。例えば今の僕のように T シャツを着てセットアップのようなスタイルであれば、割とですね、カジュアル使いもできますし、あとは内側に入れているものをですね、T シャツではなくて襟付きのシャツを納体できたりすれば、これまたですね、ビジネスカジュアルでも使うことができるんですね。つまりオンからオフまで様々なシチュエーションで使うことができて、なおかつこれはまた別の動画で解説としてますが、内側に入れるものを変えてしまえば様々なコーディネートが構成できる、このネイビーのセットアップというのはめちゃくちゃ便利なアイテムなんですね。例えば今は T シャツを着てますが、丸首のニットでも合いますし、先ほどお伝えしたようにワイドカラーだとかカッタウェイの襟型のシャツなんか合わせてもいいですし、あとはバンドカラーシャツでも合うかなと思います。色に関しても白系も合いますし、ブラック系でまとめてもいいと思いますし、ちょっと差し色的なものも合うので、内側を変えるだけで様々なスタイルも展開できるということで、このネイビーのセットアップというのはすごく使える範囲が広いんですね。ですのでこういったものに関しては、僕はですね、バリエーションはそんなに必要がないかなと思っていまして、春夏に着れるようなものと秋冬に着れるようなもの、これが一組ずつあれば十分ですね、回せるかなと思ってるんですね。まあ、場合によっては素材感として3シーズン使えそうなものもあったりするので、そういったものであれば本当に一組だけで様々なコーディネートが楽しめるかなと思うので、こういった使い勝手の良くていろんなシチュエーションで使えるものに関しては、僕はですね、ユニクロでも買うことはできるんですが、ちょっと背伸びをしてセレクトショップのオリジナルなんかで買ってもらうとすごくバランスがいいかなというふうに思っています。もちろんですね、ユニクロの感動ジャケット、感動パンツというのもですね、組み合わせとしてはすごくバランスがいいんですが、ちょっと予算を上げて、例えばスーツカンパニーでセットアップを買ってみるだとか、あとはグリーンレーベルなんかもすごくバランスのいいものが置いてあります。もうちょっと予算がかけられる方であれば、エディフィスですとか、ユナイテッドアローズですとか、あとはトゥモローランドですとか、こういったところでネイビーのセットアップを買っていただければ、かなりですね、上品なものが揃いやすいかなと思っています。
で、こういったセットアップというものにもですね、トレンドというものは確かにあるんですね。まあ、最近であればビッグシルエットの服が増えてきていますので、セットアップもサイズ感が緩いものが出てきているんですが、ここはですね、自分の体に合ったジャストサイズのセットアップをぜひ皆さんには選んでいただきたいんですね。こういったものであれば正直ですね、3年から4年は間違いなくですね、活用することができるかなと思いますし、僕がですね、ずっと愛用しているタリアトーレというイタリアのブランドのセットアップのものは、もうですね、買ってから3年ぐらい買ってるんですが、全然古臭い感じはしないんですね。ですので、僕のイメージだと、ベーシックで使いやすいネイビーのセットアップであったら、少なくとも3、4年、そして5年ぐらいはですね、間違いなく使えるかなと思うので、こういったところにはしっかりと投資をしてもいいのかなと思っています。ただですね、注意が必要なのは、セットアップはすごく使えるから、一長羅で一生ものだと思っていいものを買おうという選択肢は、そこまで必要はないのかなと思っています。どんなにいい服であっても、やはりですね、5年を超えるとちょっと古臭さを感じてしまう部分もあるので、そこまで頑張りすぎる必要はないかなと思っています。普段ユニクロで買うことが多い方は、セレクトショップのオリジナルぐらいでいいかなと思いますし、普段セレクトショップのオリジナルを買っている方であれば、もう少し価格帯を上げて、イタリアジャケットのチルコロだとか、あとは T ジャケットだとか、このあたりだと大体7万円前後ぐらいで買えるので、タリアトーレだとかラルディーニよりは若干ですね、手頃に買えるかなと思うので、頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています。はい、続いて2点目のですね、投資をした方がいいアイテムなんですが、これはですね、アウター類になりますね。まあ、アウター類というのはですね、特に秋冬に関しては、すごく主役的なアイテムになるので、こういったものにはですね、しっかりと投資をした方が僕はバランスがいいかなというふうに思っています。まあ、アウターといっても様々なものがありまして、例えば僕がよく着ているようなシャツアウターみたいなような、割とライトなアウターに関しては、割とですね、高くても安くても、そこまで劇的な違いは出にくいんですね。ですので、こういったものに関しては、ユニクロだとか、GU だとか、グローバルワークのもので、僕は十分かなと思ってるんですね。まあ、生地感もそんなに厚くはないので、そこまでですね、価格の差というのは、大きく見えづらいアイテムかなと思っています。一方で、ロング丈のコートのようなものとか、あとはダウンのようなものですね。こういったものに関しては、やはりですね、面積も大きいですし、そんなに着数は必要ないので、しっかりとしたものを選んだ方が、僕はバランスがいいかなと思っています。まあ、こちらはですね、ちょっとオーバーサイズ気味のコートになってるんですけども、僕は昨年購入したもので、イーボというブランドものなんですが、こういった肉厚なものに関しては、やっぱりですね、素材の風合いだとか、デザインの雰囲気なんかはですね、価格帯が上がることで、やっぱり変わってくるなというのをですね、実感する部分があるんですね。ですので、アウター類ですね、特にロング丈のコートだとか、あとはダウンですね。ダウンもなんだかんだで真冬の主役になるアイテムで、まあ、見た目的に上半身がダウンだけになることは少なくないので、そこに関してはですね、ちょっと投資をした方がいいかなと思っています。ユニクロだとか GU でも買えるんですが、ちょっと投資をしまして、セレクトショップのオリジナルぐらいでバランスがいいかなと思いますし、もうちょっといける方に関しては、例えばタトラスですとか、デサントですとか、カナダグースですとか、このあたりのものを頑張って投資をして買ってみるのもいいかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目のアイテムなんですが、これはですね、小物になるんですね。まあ、具体的には2つあるんですが、例えばバッグだとか、靴だとか、こういったところはですね、なるべくケチらずに、ちゃんとしたものを買った方が僕はバランスがいいかなというふうに思っています。まあ、僕はですね、あまり最近はバッグを持ち歩くことが少なくなったんですね。もうできる限り手ぶらで動きたいなと思ってるんですが、それでもですね、書類だとか PC だとか荷物が多い時には、こういったレザー製のトートバッグを使っているんですが、このようなバッグみたいなものは意外と面積が大きいですし、視界に入るところに置くことも多いので、僕はですね、ちゃんと投資をした方がいいかなと思っています。そしてバッグに関しても、そこまで大きなトレンドというものはですね、反映されにくいものなので、こういったレザー製のトートバッグというのは結構長年ですね、もう定番アイテムとしてあるようなものなので、こういったものにはしっかり投資をして損はないかなというふうに思っています。僕もレザーのトートバッグはこれまでですね、もう7個8個ぐらい買ってるかなと思うんですが、まあ、最近よく使ってるのはこちらのものなんですね。まあ、サンローランというブランドもので、決して安くはなくてですね、かなり清水買いしたものなんですが、まあやはりですね、1個買えば結構長く使えるんですね。もう丸2年ぐらい経ってますが、まだまだ全然いけますし、この調子だとあと2、3年は平気で使えるかなと思うので、まあバッグ、日常的に使うバッグに関しては、ちょっと投資をしてみるのもいいかなというふうに思っています。
特にレザー製のバッグに関しては、やはり値段が変わることで質感は結構変わります。ここは皆さんも比較をしながら選んでいただきたいなと思うんですが、まあお求めやすいところで言うとグリーンレベルのトートバッグもいいかなと思いますし、あとはバーニーズニューヨークのレザーのトートバッグ、これも定番ですごくいいかなと思うので、まあそれぞれですね、実際に手に取って確かめて、どのあたりが気分が上がるのかどうかというところを確認しながら、ぜひ皆さんもですね、レザーのトートバッグなんかをですね、買い揃えていただければなと思っています。あとは靴ですね。靴に関しても安いものは GU とかでも買うことができるんですね。例えばホワイトレザースニーカーだとかブラックのレザースニーカーって結構形としてはいいものが GU とかでも手に入るので、それでもいいじゃんという方も少なくないんですが、まあ確かにそれも悪くはない選択肢だと思っています。ただ靴というのは履き心地の良さも重要ですし、こういったものを履いてるんだというですね、自分のモチベーションが上がるかどうかもですね、結構重要かなと思うので、靴に関してはですね、ちょっと投資をしても僕はいいのかなと思っています。例えば靴といってもレザーシューズとスニーカーで分かれるわけなんですが、僕がよくですね、動画の中で解説しているような、こういったナイキのエアマックス97だとか、あとニューバランスのスニーカーだとか、こういったものって GU の靴に比べればはるかに高いんですが、スニーカーってどんなに高くてもエアマックスで1万円台後半、このニューバランスに関しては意外とスニーカーの中では高くて2万円台だとか、ものによっては3万円台のものがあるので、ちょっと高いかなとは思うんですが、服がベーシックでなるべく予算を落としたとしても、足元でちょっとしたいいスニーカーが来るとですね、結構それだけで全身が高く見えたりするので、このスニーカーに関してはですね、まぁちょっと頑張って投資をしてみる価値があるかなと思っています。まあ例えばですね、今僕が着ているセットアップなんかは、高いものだとですね、10万円を超えるものもあったりするんですが、スニーカーに関しては高くても1万円台だとか2万円台で買えるものがほとんどなので、ここに関してはですね、量はいらないので、ちょっと投資をした方がいいのかなというふうに思っています。あとはレザーシューズに関してもですね、そんなに量は必要ないかなと思うんですね。例えば僕はですね、レザーシューズに関しては、セットアップにこういったローファーを合わせることも少なくないんですね。まあこういったシンプルなコインローファーなんかを合わせているんですが、こういったものも本当にですね、1、2足あれば十分かなと思うので、ここはケチらずにちゃんとしたものを買った方がいいかなと思っています。僕はローファーが好きでいくつか持ってるんですが、こちらはもらい物のジョンロブというブランドもですね、サイズが合わないので譲り受けたものなんですが、これも愛用しているローファーになります。あとはクロケット&ジョーンズのローファーを愛用しているわけなんですが、こういったものって正直ですね、めちゃくちゃ低価で買うと高いわけなんですね。ですので、そこまで投資をする必要はないかなと思っています。僕の中では2万円から3万円くらいの価格帯で十分かなと思うので、以前動画の中で解説をしたバービックとかが結構コストパフォーマンスがいいかなと思うので、そういったところで無理のない範囲内でローファーというものもですね、揃えていただけるといいのかなと思っています。はい、ということで今回の動画ではお金をかけるべきアイテムベスト3というテーマでお話をさせていただきました。この動画を撮る前にですね、いろいろと考えてみたんですが、意外とですね、どんなアイテムに関しても、ある程度予算を抑えても、かっこいいものがですね、手に入りやすい時代になったなというふうに、改めて実感をしました。まあ、正直ですね、今日お伝えしたような、セットアップに関しても、アウターに関しても、革小物に関しても、予算を抑えながらでも、ある一定のクオリティのものって手に入るんですね。ですので、パッと見で素敵なスタイルというのは、ある程度ですね、予算を抑えながら十分に実現はできるかなと思っています。ただですね、やっぱり着てる中で気分が上がるかどうかというのもすごく重要かなと思うので、安いものだけで全身を揃えるのではなくて、ところどころですね、今回ご紹介したような、ちょっと気分が上がるようなものをですね、交えてもらうと、すごくバランスがいいのかなというふうに思っています。とは言っても、1.5価主義だとか、清水買いだとか、一生に一度の買い物だとか、そこまで気合を入れて買う必要は僕はないんじゃないのかなと思っています。やっぱりどんなにいいものであっても5年以上経つと古臭さを感じることも少なくないので、そこはあまりこだわりすぎずに、普段買っているものよりも少し背伸びぐらいなものをですね、交えてあげるぐらいでちょうどいいかなと思うので、ぜひ皆さんの参考にしていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルではこれからもですね、大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。